横浜国立大学教育学部、小学校教員養成課程体育専攻を卒業。子供の頃はプロ野球選手に憧れ、高校時代は野球部に所属。副首相でポジションはショート。当時は、いわゆる牛乳瓶の瓶ンテのような黒縁眼鏡をかけていた。大学でも体育を専攻。小学校の教員免許も取得した。大学生時代には母校、 国立公野球部の助監督も務めていた。1999年4月、テレビ朝日に入社。アナウンサーとして入社した時には、スポーツを志望。最終面接で、報道だけはやりたくないと言ったほど、最初は、報道には、消極的だった。入社2年目の2000年に、スーパーイチャンネルのミニコーナー、世にも明るいニュースを担当。 小宮悦子から厳しく指導を受けた。うまくリポートするという小手先のテクニックではなく、カメラワークから編集まで含めてニュースをどう見せるか、テレビマンとしての基礎をとことん学んだという、報道番組のリポーターとしての活動がメインで、報道ステーションでは、政局や事件を追いかける一方、2007年までは、スーパー J チャンネルで街の面白い噂やグルメを追いかけたりと、 コーナン問わず担当した。2002年以降はテレビ朝日で放送される時代劇などへのちょい役の出演も果たすようになった。2002年3月に八丁堀の七人の最終話に一瞬登場。この時はスーパー J チャンネルで番組の取材をした際に富川の方から担当者に直接頼んで出演に至ったとのこと。また富川は大の 暴れん坊将軍フリークなのでその縁で2002年放送の暴れん坊将軍12第6話に特別出演させてもらえる機会を得て2002年8月9日のスーパー J チャンネルの中で富川の出演シーンをリポートしたコーナーも放送された2007年新春ドラマスペシャルマグロにもちょい役ではあるが出演しこの時も2006年12月22日の スーパーイチャンネルで紹介された。2014年12月には、同年8月にスジー縮性即作硬化症で、亡くなったいと、この富川むつみを取り上げた、笑顔の約束難病 ALS を生きるに出演。同番組は2015年11月に、日本民間放送連盟のテレビ共用部門で、優秀賞を受賞。2016年4月11日に、 フルタチ一郎の公認として、報道ステーションのメインキャスターに就任。1985年に開始し2004年に終了したニュースステーションの久米博し、報道ステーション前任者のフルタチは、二人とも40代で同番組キャスターに就任したのに対し、富川は30代での就任となった。なおテレビ朝日は、富川のメインキャスター就任初回放送の直前、 当日昼に、徹子の部屋に、富川を初出演させた。2016年末、オリコンで、毎年年末に発表される、好きなアナウンサーランキングにおいて、富川は、初のランクインを果たし8位にランクされた。また女性が選ぶ、好きな男性アナウンサーランキングでも、10位にランクされた。2020年4月9日に、体調不良を訴え、検査を受けた結果、 11日に新型コロナウイルスの陽性が確認されたため、13日からの報道ステーションへの出演を見合わせた。これを受けた局の報道番組、新聞、ネットニュースなどでも大々的に報道される事態となった。入院治療を続け、21日に2度の PCR 検査で陰性となり退院し、自宅療養に入り、6月4日におよそ50日ぶりに番組へ復帰。 なお富川が新型コロナに感染する前は、富川が月から秋にメインキャスターとして出演し、金曜だけは小木一平がメインキャスターとして出演する体制であったが、富川が感染し降板していた間は、月から金すべてに小木が出演する体制をとった。そして、富川の入院、自宅療養からの復帰後、報道ステーションのキャスターの体制は諸事情もあり、 元には戻らず、月曜、火曜、水曜は、小木が担当、富川は、以前よりも、担当用日数が減る形で木曜と金曜のみを、担当する体制となった。報道ステーションメインキャスター就任後も、古たちとの交流は続いている。なおこの時にランクインした他のアナウンサーは、この年で5年連続1位になり殿堂入りした、日本テレビアナウンサー、マスタイチ、同じく、 日本テレビ出身のフリーアナウンサー、羽鳥慎一、朝日放送出身のフリーアナウンサー、宮根誠司、自身がキャスターを務めている、ホーステ前任者の古たち、NHK アナウンサー、武田慎一等であり、常連者たちが連なっていた。ありがとうございます。